ちょっと待てって。そんな頭を下げられても困るし。いいから頭上げてくれって。ほら、みんなこっち見てるから。あ、先輩、ちょっと助けてくれ。先輩、あ、こんにちは。リオさんの先輩さんってあなたのことだったんですね。納得です。先輩が来てくれて助かったよ。この子はいきなりお願いがありますって土下座し始めたから。協力のお願いです。リオさんにしかできないんです。香取さんから伺ったんです。リオさんと協力しての宣伝活動がクラスの定着に必要不可欠って。それ香取さんの勘違いだ。俺はそんなに関係ないって。いいえ、そんなことありません。私も確かに聞いたことあります。宣伝活動をするお二人の話を。聞いてたのか、あれを。それにそれに、調べたところ、伊代さんはかつて浅波さんと協力しブレイバーの定着にも一役買ったと。情報屋のお二人もマンネリ打開に協力してくれた伊代さんには感謝の言葉しかないと。やめろ、やめてくれ。だからお願いです、伊代さん。そんな謙遜をせず、クラス定着のため私にもその力を貸してください。わかった、わかったよ。俺にできることがあるなら協力するから。もう勘弁して。本当ですか、伊代さん、ありがとうございます。それでは早速やりましょう。一番効果的なのは目立つ場所での宣伝と香取さんから伺っています。え、あ、そういえば今のこの場所はちょうど人が集まっていますね。伊代さん、ここでやりましょう。あ、ちょ、先輩、何他の人に混ざってるんだよ。止めてよこの子。専用の衣装も用意してありますよ。来ますか、伊代さん。